ははい、人の女王のはいいののまです今日もよろししくお願いします私、30年間近く旅行しなかったことがなかったし飛行機に乗らなかったとっいうこともなかったんですけど久しぶりに緊急事態宣言が明けて県を、ね、越えてもいいということが発表されましたので飛行機に乗って東京に来ました、まあ、東京に来たのは、ね、あの仕事という目的があったんですけれどもいやーびっくりしましたね。私福岡出身なんですが まず福岡から東京に行くとき、飛行機、空港に行くと、誰もいないんですね、日曜日の朝、出発したんですけども、ふ段だったらね、いっぱいたくさん人がいるのに、誰もいないなんですよ空港職員たちはみんな、フェイスシールドっていうのをみんなつけてますし、まあ、しょうがないなと思って、東京には何人か人に会う予定があったので、お土産を買おうと思ったんですが。 ほとんどのお土産物屋さんはもう閉まってるか時短ですね大体空港って6時7時ぐらいから開くんですけどもう10時からですとかと、まあ、割と大きなお土産物屋さん12か所ぐらいだったかな福岡は空いてたので、まあ、そこでお土産を買いましたそして搭乗ゲートの方に向かうんですが、まあ、あの搭乗ゲートの方も、ね、ほとんど人があんまりいない状況で,で今ソーシャルディスタンス隣同,士に隣同士の席に座ってはいけないとか そういうのがあるので、まずあの、人は少ないんだけれども、近くの席を探すのも一苦労みたいな、そんな状況でしたね。そしてあの、驚いたことに、機内アナウンスというのが変わってました。もちろん飛行機に乗る前に、えっ、ー、と、優先登場とか、ダイヤモンドクラスとか、なんちゃらクラスとか、エメラルド会員とか、当時お子様連れのアナウンスがあったとまず、奥の、えー、オスコーブの座席の窓側のお客様から。 そして次は、えー、通路側のあ真ん中真ん中のお席の方で最後に通路側のお席の方っていう,こう座席ごとの、あのー、3段階のアナウンスだったんですねで私座席を29の A で撮ってたんです26の A 席に、まあ、勝手にというかで自分が座る予定だった29の A 席のところを見ると、えー、C 席通路側の方に人が席を取ってたのでそしてやっぱり木南アナウンサーの もう職員はマスクや手袋で対応するからごめんなさいみたいな感じだったりとかお飲み物、お飲み物もサービスもなくなっているというかあったんですけれども,もうあの多いお茶のパックがいかがですかっていうような配られる感じあと、機内紙も機内紙も大好きだったんですけど翼の王国っていう、ね、穴だったんですが機内紙もないし、えー、っと新聞もなかったかなそうですね、新聞なかったですね。 アメ、ね、ちゃん配られるんですけどアメちゃん配られるのもないですねそんな感じで飛行機にね乗るまで,でもまあなんかいろいろあったなと思って空港の職員の人とか空港の人たちも本当にいろいろ大変だなと思ったんですけれども飛行機に乗りましたそしたらね久しぶりに乗った飛行機なんですけれどもすんごいプレゼントいただきましたというか空からのプレゼントというかちょっと画像をお見せいたしますねじゃーん あと、これはまあ人が少ないとか乗ってないとかあんまり関係ないと思うんですけど、大抵福岡から羽田までは1時間半、約2時間弱くらいかかるんですが、1時間、今まで多分風切れないぐらい飛行機に乗ってるんですけど、最速だったんじゃないか、すごく早く到着しました。空が混んでないのかなとか、勝手な想像しながら、追い風っで羽田空港に到着しました。朝えと8朝ごごんを食べててななかったでですねいいつものような感覚で羽田空港に着を 食べようかなと思うとこれがどこもレストランが開いてなくって、まあえー、と羽田空港のチェックインカウンターとかカウンターの反対側の上を見上げると左上ぐらいのワインバーとかあと、うどん屋さんだったり丼物屋さんだったりそこはそこの一列のがそこだけは開いてたんですがあのソニープラザとかアルフォー側はもう全くどこも開いてなくって朝から980円とか1300円とか1800円ぐらいの朝定食を食,食べたいと思わなかったので。 あのまあ、どうしようかなって考えてましたでカフェもあるんですけれども、まあ、サンドイッチとコーヒーが飲めるカフェそこはやっぱりソーシャルディスタンスで席がないと多分通常だったらあそこうーん、まあ、30人座れるのかなソーシャルディスタンスなんで10人ぐらいしか座ってない状況ですね、まあ、しょうがないなと思って目的地にでも行くかと思って地下に降りるとマクドナルド 空いてましたのでこれちょっと時間がずれてたらマクドナルドもソーシャルディスタンスでこの席は使わないでくださいという風になっているので途中で席はなくて途中入ってきた人は帰っているお客さんもいたというそんな感じですねもうこれ福岡から羽田空港に到着するまでにまあ、様々いろいろドラマがあるなと思いましたそして今度、えー、京急に乗ってまあ、とりあえず、えー、荷物を預けようと思ってとりあえず新宿まで行くのに電車に乗りました電車の中は結構みんなあの 間隔を空けて座るとかかそういうい感じはなかったんですけれどもただ、人は少なかったですね、ね、まあ、日曜日の朝っていうのもあるかもしれませんが、いつもの日曜日の朝よりも人が少ないし、何より,やっぱり一番感じたのは、今ここに、これは東京都内に着いてからもそうなんですけれども、今ここにいる人たちって、今までは当たり前のようにいた外国人とか韓国観光客はもうほとんどいなくて、ほぼ全員、まあ、地元とか関東圏の人だろうなと思うと、すごく。 不思議な感じちょっとの条例かなと思ったんですけど今私こういう手作りマスクねこれアフリカのマスクなんですけど長野東京みんな純白のマスクみんな真っ白のマスクつけてるんですねあのよく付箋布伏線布あれ何て言うのまあいいや水色っぽいようなやつとかもあるんですけどそういうのもつけてる人あんまりいなくてもうほとんどが真っ白あとたまに黒とかピンクとか、まあ、そういう一色のものを つけてる人はいたんですが、こういったようなこう派手な手作りマスクってのをほとんど見なくて、これが一番私にとっては不思議だったので、とりあえず、えっと、羽田空港から新宿まで行くのに、この手作りマスクのような、まあ、ちょっと派手なたッグや、ちょっと可愛いアニメ系のマスクをしている人、何人いるかなと考えたら、たったの4人でした、もうびっくりでしたね、これがなんか、一番驚いたというか、まあ今日はちょっと、あのー、新宿のホテルに着くまでというものをお話ししてみました。じゃあまた。